の文章館。1264年から1507年までのスコットランド財務不裁判所記録の出版をジョン・スチュアートから引き継ぎ、第1から第12巻までを出版したことで知られる。ジョージ・バーネットの墓、2019年撮影。ジョン・バーネットと妻メアリー、チャールズ・スチュアートの娘の息子として、1822年3月9日に生まれた。 一時ドイツで教育を受けたことがあり、芸術への興味を持つようになった。帰国後は長年、スコッツマンが見に音楽評論を寄稿した。1845年にスコットランドで弁護士資格免許を取得したが、弁護士業はあまりせず、文章学や法制史に没頭した。この時期はちょうどスパルリングクラブの前世紀であり、バーネットはジョン・ヒルバートン、 ジョセフ・ロバートソン、コスモ・イニス、ジョン・スチュアート、ウィリアム・ホーブス・スキーインなど多くの学者と知り合うことができた。このような背景もあって、スコットランドにおける、系譜学と貴族法の第一人者になり、1863年に、ロードリオン・キング・オブ・アームスの副官に就任、1866年に、ロードリオンの第11大キノール伯爵トマス・ヘイドラモンドが死去すると、 ロードリオンに昇進した。ロードリオンはそれまで境外化して、実際の職務が副官により担われるという状態だったが、バーネットはそれを是正し、ロードリオンが実際の職務を行うようにした。ジョン・スチュアートが行っていた1264年から1507年までのスコットランド財務副裁判所記録の出版を引き継ぎ、1878年から1890年まで、 1> 第1から第12巻までを出版した。1884年、エディンバラ大学より LLD の学位を授与された。1890年1月23日に、エディンバラのウォーカーストリート21号にある自宅で死去した。1870年8月11日、ドレスデンでアリス・スチュアートと結婚、一覧一条を設けた。ありがとうございます。